えっと、前々から進めていたですね、非常に楽しい、えー、と企画が、えー、今日いよいよですね、えー、スタートしました。それは何かっていうとですね、皆さん大好きバンドザウルスがあるじゃないですか。で、バンドザウルスってまだ今のところですね、楽器を、えー、と触ってないんですけども、で、一曲もないんですけども、えー、細々と活動は続けているんですね。 で、そのバンドザウルスどうやって食っていこっかなっていうことをずっと考えてたんですよ。あの、曲作ってないから、あの、食いぶちがないんですよ。バンドザウルスって。で、どうやって食っていこっかなっていうことを、えー、考えたときに、まあ、ご存知の方も結構いらっしゃると思うんですけども、バンドザウルスって、インスタグラム、毎日ね、写真アップしているんですね。それは AI がですね、えー、バンドザウルスのアーティスト写真を 毎回作ってくれて、まあ AI が作ってくれてっていうか、えー、バンドザウルスのファンの方がですね、AI を使って、バンドザウルスのアーティスト写真をですね、作ってくださってるんですね。で、それでインスタを回ってると。で、これはちょっと使えるんじゃないかっていうことで、えー、企業案件しようっていう話になりまして。 あの、<laughs> バンドザウルスが、ええー、どっかの企業さんからですね、お金をいただいて、その企業さんの宣伝をするっていう、この企業案件をしようと。いや、ただですね、例えば、そうだな、ええー、ハンバーグ屋さんのね、ええー、ハンバーグ屋さん、ハンバーガーショップのですね、企業案件をするってなったら、じゃあ、バンドザウルスが、そのハンバーガーとか、持ってですね、こう、食べてるところを、こう、写真とか撮らなきゃいけない。それちょっとコストかかるじゃないですか、撮影に行かなきゃいけない。 で、えー、そうじゃなくてですね、それだとちょっとコストがかかって、撮影のコストとかいろいろかかってしまうから、そうじゃなくてですね、もう先に、えー、と、AI で企業案件の写真を作り、 えー、その作った写真をどっかの企業さんに買ってもらおうっていうことを、えー、推し進めておりまして、今日その第一弾が出ました。あのー、歯医者さんのですね、その恐竜がこう、歯医者さんでこう、なんかこう、虫歯とかを直してもらってる、この写真が、えー、AI が上げてきてくれたので、 で、これ誰かいりませんかっていうことで、歯医者さんに、えー、営業をかけてですね、じゃあその歯医者さんが、いや、それ買いたいですとか言ってくださって、で、その歯医者さんの名前だけ、その、バンドザウルスのエプロンの方にちょっと入れてですね、企業案件を始めましたというお話でございます。ちょっと言ってることは、えー、もう新しすぎてそれ何やってんのと思われるかもしれませんが、これは、バンドザウルスのインスタグラム見ていただけると、えわ、ー、かると思います。非常にユニークな 企業案件なんですけども、千年一ミリもしてねえっていう。あの、なぜなら恐竜、普通だったらさ、こ、この歯医者さんはこうでこうでこうでこんな素敵でした、みたいな文章があるじゃないですか。 でもそれは人間の話であって、恐竜だからもうガルルルルル、グル,ルルルルルしか言ってないから、もう何の宣伝にもなってないんですけども、ただ、ハッシュタグで、え、PR とかそれは入っていて、で、企業案件で生きていくというですね、下心もハッシュタグで入っておりますが、えー、ちょっとインスタグラム見ていただきたいなと思っております。ようやくバンドザウルスの食いぶちができましたよというご報告でございました。西野さんの朝礼今日もよろしくお願いします。 どうも、キングコングの西野きひです。お笑い芸人をしたり、絵本作家をしたり、国内最大のオンラインサロン西野きひエンタメ研究所の運営をしたりしております。さて、今日はですね、石鹸禁止命令の抜け道として悪用された話というテーマでお話しさせていただきたいと思います。今日はね、ちょっとひどい話です。あのー、こう、 ちゃう方もいらっしゃると思いますが、えー、ちゃんと共有しておきたいなと思ったので、こんな話をさせていただきたいと思います。まあ、決してですね。前向きじゃない情報を共有させていただきたいと思います。関わってる人がね。本当に多いプロジェクトなので、まあ,あの関係のない人にねえー、しわ寄せがいかないように飛び火しないようにですね。ちょっと白黒はっきりさせておきたいです。 えっと、煙突町のプペルに関するお話なんですけども、煙突町のプペルっていろんなところでね、二次展開、三次展開されているんですけれども、例えば、うんっとね、 去年あったミュージカル煙突町のプペルの大阪公演だったり、あるいは、えー、プペルバレエであったり、ああいうのはですね、別の会社さんがやられてるプロジェクトなんですね。で、僕らとしてはですね、原作、えー、脚本提供みたいな感じですね。えー、本を提供していると。で、ここはですね、本当にいつも困ってるところなんですけども、煙突町のプロジェクト、 えー、煙突マッチのプペルのプロジェクトっていうだけでですね、すべて西野が、えー、絡んでるって思われちゃうんですよ。あの、過去にもですね、ネルケプランニングさんというカンパニーがですね、舞台煙突マッチのプペルを、えー、やってくださった時にですね、劇場に見に来られたお客様からですね、3階席の手すりが微妙な高さで、ちょっと見にくかったですっていうクレームがですね、あのー、僕のところに来たんですけども、えっと、それっていうのは、 東野慶吾原作のドラマの主題歌の選曲の文句を東野慶吾さんに言うみたいなことで、いや、ま、確かに作者ではあるんですけども、そこって管轄外なんですね。みたいなことを踏まえていただいた上で、えー、ま、ご理解いただけたと思うんですけど、今の説明で。えー、今日のお話なんですけども、昨日ですね、あのー、妙な、 えー、非常に気持ちの悪いですね、YouTube 動画を見つけになるんです。それは何かっていうとですね、えー、6 0ミニッツオーストラリアっていうですね、オーストラリアのテレビ番組がですね、日本の、えっ、ー、と、親権制度、えー、を、親権って、あの、親の権利ね、の制度を特集した、まあ、動画なんですけども、そこでね、尾崎ルミ さんというですね、女性が出てくるんですね。で、その番組曰く、その、尾崎る美さんという女性が、これ何をしてるかっていうとですね、現在日本中の幼稚園や小学校を回ってるプペルバス、これはですね、まあ、車内に煙突町のプペルの光る絵を展示しているバス、これで、えっ、ー、と、例えば外に出れない、えー、入院してる子供たちの病院を回ったりだとかしているんですけれども、このプペルバスの中でですね、接近禁止命令が出ている親子を、こっそり、 えー、この尾崎留美さんが合わせているっていうんですね。 で、僕らの会社はですね、国内外の子どもたちの支援をずっと続けてますし、えー、一般、えー、社団法人、ハートフルファミリーさんとパートナーシップを組んでですね、えー、シングル家庭の子どもたちへの支援もずっと続けているんですね。なので、この、尾崎留美みさんっていう、えー、女性と何か関係があるんじゃないか、えー、そういうことを後押ししてるんじゃないかと思われるかもしれませんが、まあ、えー、彼女と関係があるとしたらサービス提供者とお客さんっていうぐらいなんですね。 で、いろいろ調べてみるとですね、この大崎さんっていう方はですね、過去に煙突町のプペルを、えー、の絵本を子どもたちに送りたいというクラウドファンディングをしていて、まあ、そこに関しては僕らもですね、えー、そして現当者さんも協力してるんですね。まあ、それ自体はだって悪いことでもな、い絵本を送るっていうだけなんで、別に悪いことでも何でもないので協力させていただいてると。あと、彼女は過去にですね、ハートフルファミリーさんのボランティアスタッフをしたこともあるそうです。 ただ、だからといってですね、現在まさかこのビジネス面でね、えー、つながってはいませんし、で、彼女のやっていることはですね、明らかにこれ違法行為であってですね、もちろん僕らはですね、この違法行為を認めていませんし、えー、まあ言ってしまったら僕らにとっては信用既存以外の何者でもないんですね。プペルがそんなことに使われてるっていう、信用既存以外の、以外の何者でもないと。で、動画の中ではですね、 石鹸禁止になった父親がバスの中で変装していて隠れて待っていて、そして子供とこっそり会っているみたいな話をされてるんです。で、それっぽい写真がね、使われてるんですけども、その写真もですね、プペルーバスにお客さんとして来てくださった保育園の園児とですね、で、コロナ対策でマスクをしていた先生の写真が勝手に使われていたりして、まあ、とにかく悪質なんですね。さらにはですね、 アイアムプペルキャンペーンと勝手に名乗っていてですね、プペルの IP を勝手に使ってですね、堂々と違法行為を行っていて、えー、これはですね、これまで煙突町のプペルを作ってきたすべてのスタッフとですね、すべてのお客さんの思いを、まあ、悪用、踏みにいじる行為であって、これ決して許される、えー、行為ではない。 なんか、朝っぱらがちょっと重たい話をしてしまって申し訳ないんですけども、でも、やっぱりダメなものはダメだし、煙突町のプペルを作り守ってきたスタッフやお客さんの気持ちを僕はよくよく知ってるので、これはちょっと感化できなかったんですね。 で、話をまとめるとね、えー、少なくともこの番組の中で、尾崎留美というこの女性がやってることは違法行為です。えー、そして、えー、うちの会社はこの尾崎留美という女性とは関わりがありませんし、えー、この番組内で描かれている彼女の活動っていうのは容認していません。 そしてこれは僕のまあ管轄外なんですけれども、もう勝手に代弁させていただくと、えー、プペルバスっていうのは、えー、この運営さんもですね、別にこの石鹸禁止の親子を合わせるために走らせているわけじゃないと。 とまあですね、ここまで聞くと、尾崎るみふざけるなっていう印象を持たれたと思うんですけども、これうちのスタッフも昨日めちゃくちゃ怒ってました。全員めちゃくちゃ怒ってました。えー、ですが、実は昨日のうちにですね、サロンメンバーさんに協力していただいて、で、この尾崎るみさんと直接コンタクトが取れたんです。 まあ、あの、シンプルにこれ訴訟しようと思ってたんで、その前にきちんと事実確認しておこうと思ってね。えー、するとですね、これ本当にびっくりする話なんですけども、この、尾崎留美さんがですね、インタビューで番組スタッフに語ったのは、煙突町のプペルのストーリーだったそうです。 遠くに行ってしまった父親が違う姿になって息子の前に現れたというゴミ人間と煙突掃除の物語です。それをですね、このオーストラリアの6 0 m i n u t e オーストラリアっていう番組がですね、音声を切り取って、その音声に全く別の動画画像をはめ込んで、石鹸禁止命令が出ている親が子供に会っているっていう物語を捏造したっていうんですよ。 当然これ何の契約も結ばずにね、小崎さんにバスを貸したプペルバスの運営とか、そしてチームにいたのに何の確認もせずに、煙突町のプペルを使って海外の取材を受けた小崎さんにも罪はありますが、ただこの小崎さんがお話しされていることが本当だったとしたらですね、このオーストラリアの番組がやってること、これ非常に悪質ですね。ちょっと、 びっくりするぐらいひどい話なんですけども、ま、あいろいろとね、誤解が広がる前に、だってハートフルファミリーさんも絡んでることですから、まあ、え、現状を共有させていただきました。ちょっと番組スタッフと連絡が取れたら、またお話しさせていただきたいと思います。えー、今日はですね、石鹸禁止命令がの抜け道として悪用された話というテーマでお話しさせていただきました。オンラインサロン西野明宏エンタメ研究所では、西野明宏が現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2 3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ、 ぜひ覗いてみてくださいそれでは素敵な一日をお過ごしくださいキングコングの西野明洋でしたじゃあまたねすいません最後にお知らせをさせてください明日ですね3月22日水曜日の20時からですね 舞台テイラーバートンのクリエイティブ会議の、えー、生配信がございます、えー。この生配信を見れる権利というのをですね、チケットをですね、えー、このチムニタウン USA という運営会社ですね、えー、が販売しております。明日なんですよ。で、まあこれアーカイブも残りますのでタイミングが合わないっていう方もですね、えー、お楽しみいただけます。まあクリエイティブ会議これ何をするかっていうと、えー、今回はですね、舞台美術、えー、こんな感じになりますよ。 とえー、それに伴い、えー、周りをどう作っていくか、つまり、席をどうやって作っていくかとか、で、舞台セット、これだったら、ここもうちょっとこうしてほしいですね、っていう、もう、もう、ごっちごっちのですね、えー、もう、打ち合わせ風景ですね。えー、西野とですね、周りのスタッフが本気で打ち合わせしてる。まあ、本気って言ってもそんなあれを、あのー、怖い感じになってないですよ。結構みんな、あの、ケラ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 言いながらですね、あ、じゃあね、こうじゃね、みたいな感じで。まあ、ただ、えっ、ー、と、 僕のお仕事の本丸ですね。あんまり表に出てる、普段表に出てない部分ですね。大体僕はもう朝から晩までこんなことずっとやってるんですけれども、えー、それを、えー、見れるっていう見学できる権利っていうのが、ジムニータウン USA から出ております。チケットは、 えっと、500円となっております。興味がある方はですね、えー、概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。あ、舞台ってこうやって作られるんだ、みたいな。えー、そして、西野がやってるプロジェクトってこういう感じで、あとは西野の会議ってこういう感じ、こういう雰囲気なんだっていう、えー、ファシリテーションのそういう感じでやってるんだ、みたいな。まあ、何かちょっと、えー、勉強になるんじゃないかなと思っております。えー、概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。なるべくね、えー あのー、なんか参加方法いろいろあるんです。Facebook グループに参加の、えー、と申請出さなきゃいけないとか参加方法いろいろあるんですけども、これ直前にチケット買っちゃったらですね、多分間に合わなくなるので、えー、運営スタッフもですね、もうその会議の方に入ってるから、直前に5分前にチケット買っても多分間に合わないみたいなことになりますから、なるだけ早くですね、チケットを取ってみてください。えー、それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野昭弘でした。じゃあまたねー。